始まりましたブルーファミリーチャンネル、オタです。お願いします。今日は商品紹介をしたいと思うんですけど、ドゥルンドゥルルン、なしです。はい、これは香水って言うんですけど、なんか前は20世紀とか香水とかもう出てたんですけど、最近は香水ですね。この収穫時期は8月下旬から始まったんで、まあ最近ですね、最近収穫が始まって10月の最初の方ぐらいまで続きます。まあ切っていきたいと思います。なしの正しい選び方とか保存方法があるんですけど、まず冷凍はしないでください。形はお尻がずっしりとした感じの方がいいらしくて、なんかお尻がでっかい方が美味しいらしいです。香水とかの場合は赤みかかってきた食べ物、赤みがかってる方が美味しいんですけど、上のヘタみたいなやつがしっかりとついていて枯れてないものを選んでください。乾燥しないようにビニール袋などに入れて、野菜室に入れといてもらったらいいですね。冷凍だけは絶対ダメです。ちょっと食感が良くなくなっちゃうんで、冷蔵庫、野菜室じゃない冷蔵庫に入れるのは食べる1時間前に入れてもらったらいいと思います。あとそれか氷水に1時間ぐらい入れたらめっちゃ美味しくなるらしい。梨は皮の近くとお尻ら辺が甘くて、でも生で食べるのがめっちゃ美味しいらしい。じゃあ早速ホースを食べていきたいと思います。ではいただきます。うん、美味しいな。やっぱり梨ってうまない？秋って感じするような、でも夏の商品らしいけど、秋と夏って感じ。音もめっちゃ良くない？聞こえる？音めっちゃいいよな。で、なんか夏バテを回復してくれるらしくて、食後のデザートに梨を食べたらいいらしい。脂肪分とか分解してくれたり、梨のすりおろしたやつで肉をつけといたら肉が柔らかくなるらしい。分解されねえって、お肉の成分がって書いてる。香水とは違って甘みが強い。ザ甘いって感じする。ビタミン類はあんまり含まれてないけど、成分は 88% 以上が水分やねんって。だから熱中症予防とかにもなるかもしれんやん。ってな感じです。はい、 YouTube チャンネル登録高評価、インスタのフォロー、その他のフォロー、あと Yahoo ショッピング、メルカリ、ラクマ、自社ホームページから飛んできてください。お願いします。バイバイ。